58kg 級、てっぺんの男は右側のタケルです。チャンピオン、そして挑戦者神戸翔太。神戸20歳、タケル22歳。さて中村さん、はい、考え方は正反対だというところ、そして舌戦もありましたね。そうですね、もう本当にお互い、まあ、相入れないというか、自分のこう格闘技論、格闘技感というのがあって、はい、でこのクラッシュのベルトをかけて争う2人なので、まあ、そういった部分でもすごくこう刺激的な試合だと思いますし、はい、あの試合の前 の, あの前日会見の時にも、あの幹部選手があの久しぶりに喧嘩のつもりで戦うと、いうことを言ってて、まあ、武尊選手はいつも自分はそのつもりでやってるっていう、まあ、そういった発言もあったので、はい、まあ、ちょっとここ最近の神戸選手の試合とはちょっと違う試合になるんじゃないかなというのは、ちょっと予感させるような感じでしたね。小比類巻選手、その神戸選手と共に練習という時期ありましたよね。はいはい、現状はどうご覧になっているんですか。そうですね、まあ、元の神戸選手で戦うと思うので、はい、まあ、彼のいいところは、まあ、拳が硬いところですよね。ただこの武尊選手に関して戦うとすれば、リズムを変えなければ難しいですよね。はい、どんな風に変えていくのが最善策でしょう。武尊選手早いですよね。はい、でそれに対して自分のマイペースでいると手数も負けるし、うん、そのうち手も出なくなってくるし、まあ、変なの入っちゃったらダウン取られる可能性もあるし、はい、そういった意味でちょっとリズムを上げなければならないと思うんですけどね。とにかくそのスピードと強打で武は一気に試合を持っていく可能性を大いに秘めたファイターですよね。はい、13勝のうち9つの KO 勝利。タケル結構タケル選手、はい、序盤はあれですね、左のインローとかミドルとか前蹴りとか、あんまりこうコンタクトしないような、はい、入り方じゃないですか、はい、序盤は。もう細かいパンチ、そしてミドルキックへ。新空手の戦いを経て、このクラッシュ第1試合の顔となってさらにチャンピオンに上り詰めたタケル。そこに左のパンチ、拳、上等この勝負という神戸。右ストレートから前蹴り、突き放すタケルです。膝もある、思い切った右左のパンチ、フェイント気味に入るのが神戸です。膝を打ち込むタケル、ボディフックは神戸。ここもボディ、さらにミドルキック。これ距離感などは小比類巻選手どちらが有利というのはありますか。距離というか、武尊選手が距離を潰して、はい、どんどん手を出して相手を押してまた手を出すという感じですよね。ローブローがありました。これは回復を待って続行ということになりそうです。神戸は大滝雄太選手を下して挑戦権獲得。中村さん、石川直樹選手との2試合などでも大きく成長しましたね。はい、そうですね、神戸選手は、まあ、やっぱりこう格闘技的にすごくなんかクレバーなところも感じる部分があって、はい、まあ、こう自分が試合ごとに成長するとか強くなる、まあ、勝つのはもちろんそこもプラスして常に考えている選手なので、それはこのタイトルマッチで一つの大きなところで、やっぱ培ったものが試されると思うんですよね。はい、そして思えば3試合自身連続でメインイベント出場なんですね。しかしその期待には応えていないという、まだ応えていないという神戸。タケルが詰めてくる、もう1、3、4、神戸も返します。神戸サイドはどうですか。そうですね、まあ、次のラウンド出てくるんじゃないでしょうか。この第2ラウンド以降、相手を見ているだけだともう飲み込まれるという、そんな神戸サイド、飲み込んでいくのがタケルです。でもみんなこうやっぱタケル選手のこのなんか嵐みたいな戦い方に巻き込まれて最後負けちゃうみたいな感じが多いんで、そこをどう神戸選手が違う展開とか自分の勝つ展開に持ち込めるかじゃないですか。ペースの取り合いというか、テクニシャンの神戸が何かそれを成し遂げるのではという見方も存在しますよね。
武尊にとっては大切な初防衛戦、あの寺戸信親との王座決定戦、大激戦がありました。タイムストップです。さて、ブレイクの後か、もしくは、まあ、首を掴んでの膝切りで注意でしたね、はい、試合は中盤です。今度は神戸の方にローブローですね。ここからさらにどう火がつくのか。バックスピンキック、タケル赤いグローブ、ボディフック、さらに左ミドルキック、左フックもテンプルへ、右ストレート、膝強い。タケルが攻撃を集中しています。小桐巻選手、ここと見ましたかね。タケル選手のリズムになってきましたね。神戸がどう返すのか、注目のポイントです。体勢が多少崩れてもという神戸、下がりながらの攻撃を神戸選手してもやっぱり効かないので、あの逆に相手を下がらせてから攻撃するように持っていかなきゃいけないんですよね。確かに神戸選手も前に出た時がやっぱ強いと思うんですよね、今まで試合見てても。この両手で押すような動きもよく見せますね、神戸。しかし膝からのパンチ、タケルバックスピンキック、この試合で対応します。さらにダーリフックだ。ダウンを奪ったのはチャンピオン、挑戦者と出るか。神戸ロープを背負います。ちょっと時計も気にしたのか。タケル出てくる。 KO イコールクラッシュ、イコールタケルチャンピオン。神戸も右、さらに左、大切な局面がやってまいりました。神戸も拳を返しますが、やや力ないのか、よりパワーのある左フック、神戸のパンチも当たった。相打ちでしたね、今左フック。その前もちょっと相打ちっぽかったんですけど、今の2回目はタケル選手がちょっと効いた感じでしたね。小桐巻選手、神戸のその拳の強さというお話ありました、これ強いんですね。拳硬いですよね、音がなんか違いますよね。そしてここは神戸のパンチ、スピードではタケルに見えるんですけれども、神戸のパンチ威力があります。それでもストレートからタケル、さて最終第3ラウンドとなります。小桐巻選手の展望をぜひください。このままいったらタケル選手がそのまま終わっちゃいますよね、なので、まあ、先にリズムを上げてやっぱり行って、そうしなければダウンは取れないでしょうし、あとはもうタケル選手みたいにパンチバンバン来る選手はもうしっかりブロックして膝返すとか、しっかりブロックしてプッシュしてから前蹴り、顔面前蹴り出すとか、なんかそういう下げてからじゃなきゃダメですよね。まず下げないと。その冷静な戦いぶりも必要となってくるでしょう。神戸、まあ、お互いアタックし合うような展開は多分武尊選手が得意だと思うし、そこが多分自分の強みだっていうのは多分分かってると思うんですよね、はい、そうなんですよ、はい、そういう選手は中に入った時のスピード感がある選手はこういうの強いんですよ。今もうそこに引きずり込んだという、まあ、それが武尊選手の強みですよね、はい、まあ、もちろん雑なところはあるんですけど、まあ、その分早いと。両回し回転蹴り、チャンピオンのタケル回転技を繰り返しますが、神戸が違いを見せつけることができるか。念願の王座挑戦です。神戸もっとそういう意味でもタケル選手はでも戦い方も柔軟というか、ああいう膝で返したりとか、どちらかというと神戸選手でもこうなんかうまく技を散らして戦っている感じはしますよね、そうですね、何かより選択肢が多いように見えるのはタケルの方ですね。本当は負けてる選手のこれをやりたいところだとは思うんですけどね、はい、肝の座った戦いぶり、神戸は信条としているんですが、タケルが全てを飲み込むファイト、巻き込んでいくパンチ、そして蹴り、左のミドルキックです。バックブローを見せた神戸、重たい強い拳、単身のオランダ修行もありました神戸、
単身上京してきたタケル、全てをこのクラッシュのリングにかけています。そして世界へ。ここでつまずくわけにはいかないというタケルのパンチ、右ストレートを完備、バックスピンキック。共に譲りません。ダウンを奪っているのがタケル。なんとしても中村さん、はい、もう神戸はそれ以上のポイントが欲しいわけですね。ただあとうまくタケル選手こういう膝とかで神戸選手のこう攻撃を、ストップ遮断しているような感じですよね。一度リセットするような効果がありますね、はい、戦いながら笑顔を浮かべてタケルなんですが、下がらせる膝、やはりこのボディへの攻撃、これが有効です。もう一度左膝、神戸の方が前に出てのパンチ、押して押し返して、小泉巻選手、このラウンド、この局面は一進一退でしょうか。そうですね、お互いにもう最後の打ち合いなんでしょうね。それでもタケル、自分がチャンピオンなんだという思い、より一層打ち込んできたか。試合終了となっています。さて試合の印象を小泉巻選手に伺いましょう。まあ、印象は、まあ、打ち合いの中で武尊選手が、まあ、パンチを出していって速い攻撃ですよね、ああいう打ち合いの時はどうすればいいかというと、下半身をガシッと固めて打ってる方がやっぱり 強いんですよね。判定1人目はチャンピオン武尊。武尊勝利、58キログラム級王座初防衛に成功しています。判定は3対2。